ウェルズストリートターミナルとはかつて、イリノイ州シカゴのジャクソン通りとバンバーレン通りの間のウェルズストリートに存在したシカゴ L の中心市街地側の東端式ターミナルである。1904年から1953年まで営業していた。フィフスアベニューターミナルはメトロポリタンウェストサイド高架鉄道が1904年にラッシュアワーの列車を裁くために建設したものである。 シカゴの他の高架鉄道と同じように、メトロポリタンウェスト、サイド高架鉄道は、ラッシュ時間帯の電車を限界までシカゴの中心市街地を走り抜けるループまで電車を直通させていたが、ピーク時の需要を満たすために必要な増発列車を直通させることはできなかった。そのために、メトロポリタンウェスト、サイド高架鉄道は、ラッシュ時の電車の一部をループに直通させる代わりに、 当駅に発着させることとなった。似たような形態の終着駅は他の高架鉄道会社にも存在したが、当駅にはウェルズストリートのシカゴエルのループの線路と隣接しているばかりか、シカゴエルのクインシー通り駅との連絡通路があるという利点が存在した。メトロポリタンウェストサイド高架鉄道はガーフィルドパーク本線やダグラスパーク支線、ローガンストリート支線、 フンボルトパーク支線の列車を運行していた。これらの路線は今日のシカゴ交通局のブルーラインとピンクラインの運行の元となったが、ブルーラインの一部を除いて元の路線は残っていない。1905年にはメトロポリタンウェスト、サイド高架鉄道の列車に加え、オーロラエルジンシカゴ鉄道のインターアーバン電車が乗り入れるようになった。当駅には インターアーバンの中心街の終着駅としてのみ、用いられるようになり、またインターアーバンの電車はループには乗り入れなかった。フランクリンストリート変電所のみが、かつてのターミナルより残った、ウェルズストリートターミナルは、行き止まりの線路が4本あり2つの島式ホームを、用いていた。1907年には100本以上のラッシュ時間帯の、電車が当駅を使用していた。 1951年にミルウォーキーディアボーン地下線が完成したことにより、ローガンスクエア線の電車はそちらを回るように経路が見直され一時的な終点であったラサール・コングレス地下駅を終着駅とした。列車の発着パターンの変化と自家用車利用の増加により、列車の頻度が減少し、シカゴ交通局はその年の終わりに L の列車の発着を終了することとなった。 第二次世界大戦後に、シカゴ交通局が L の運営を引き継いだ後、ダイヤが改正されるたびに、電車の頻度が減少していった。1948年には、フンオルトパーク支線の運行が、ウェルズストリートターミナルまで運行されるラッシュ時を除き、ダーメン駅までに短縮された。同時に、すべてのローガンスクエア支線の列車がループへと運転されるようになり、 当駅を発着するのは、フンボルトパーク支線の短縮されなかった電車と一部の、ガーフィールドパーク線とダグラスパーク線の列車のみとなった。1951年2月25日には、すべてのミルウォーキー線の電車は新設された、ミルウォーキーディアボーン地下線への運行に見直されまた、すべてのフンボルトパーク線の電車がダーメン駅までのシャトル列車として運行されるようになった。その年の終わり、 12月9日には、ガーフィルドパーク線とダグラスパーク線の電車の運行が見直され、これら路線の電車もウェルズストリートターミナルから撤退したことによって、当駅の L の運行は終了した。シカゴオーロラ &L 人鉄道は、駅の使用を続けていたが、ガーフィルドパーク線のルート上に建設され、 その高架鉄道設備の撤去を必要とするコングレスストリート高速道路の建設計画が問題として浮上した。その建設計画には新たに建設される高速道路の中央分離帯にミルウォーキーディアボーン地下線に接続する新たな都市高速鉄道や工事中の鉄道の運行を可能にする仮の線路も含まれていたが、いくつもの運営上や政治的な障害により、 インターアーバンは、高架鉄道の市街側の終着駅である、ホレストパークのデスプレーンズアベニューまで運行を短縮することとなった。インターアーバンの利用客は1953年9月20日以降、旅行を続けるためには、ホレストパーク駅で、シカゴ交通局の電車に乗り換えなければならなくなった。この変更により、ウェルズストリートターミナルの使用が終了することとなった。 1955年には駅舎は取り壊され、当駅の2本の線路は暫定的にループに接続された。しかし1958年6月22日に高速道路と新しいコングレス高速鉄道線が完成したことによりエルノガーフィールドパーク線は廃止され、コングレス線の電車は地下鉄を経由することになった。1964年に かつてのターミナルの場所にあった接続のための線路は撤去された。ありがとうございます。